邪魔だよ、カギバル。あと不死身も無理かな。不死身がそこに到達するには厳しい目だと思ってる。ピカさんだ。いやいや、よつは落ち着け。たらじゃ行きます。あ、すいません、ちょっと僕なんかの。大丈夫です。飛び出せ。あら、かわいい。ユニバース。ユニバース。ネガティブな人多いな。カギバルさんはおしゃれさんなんだから。え？誰がですか？おしゃれ。ん？ルーか。よし、じゃあ俺の機会。またクルーベイト？結局。なんかちゃんと助けやるか。助けとか。ないんで。恋人が。助け。助け。助け。キルしまくるぞ。助け。助け。助け。動きます。あ、ちなみに。あれ？イチリアのすけさん。こちら。のすけさんもういないんだよ。また言いかない。落ちてるんだよな、もう。かわいそう。もう落ちりセットすればいいじゃん。ごめん、もう一回。役職どうなったんだっけ？役職何が変わったんだっけ？ごめん。ラバーズが減りました。ラバーズ抜け。ラバーズが一組だけになりました。おい！それだけ。了解。はい。帰ってこいのすけ。帰ってこいのすけ。いけるよ、のすけ。自分でやればいいの。頑張れ。はい、サイドキックめんどくせえなぁ。うん、恋人って、じゃあ恋人がサイドキックにされても特に GA 変わらんってことだね。うん、カチカチカチ、うん、誰もいないよー。いた。おめえカチカチしてんだろ。カチカチ、あいつタスクでもカチカチするか。なおささよ、ふじみや。あやし。マフィオソなんで直せません。金庫に二人いるぞ、金庫に。お、マジで？会いに行こう。会いに行こう。私はマフィオソです。守って。親分を釣ります。おめら恋人か？金庫に二人だよ。おめら恋人。いや、違う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 。独身ですよ。いや。このだぜ。わあ、やばい。わあ。何が？わあ、やばい。消えてるか。やばくないじゃん。やばくないじゃん。何がやばかったの？やばい。僕のパソコンもやばいかも。こぼした。なんで？ドミリこぼした？もう一回やりすぎだろ、ドミリ。固まったいし。ドミリ。怖。あるあるでしょ、それあるある。やばいやばい。やばいやばい。ちゃんとメンテナンスして。作ってやるよ。教室されてるぞ。メインに湧くか。はい、カモス。ハタライト。ぬるる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 っとりーん。ふぅ。しょんべんしてるやんねんか、ハタそこ。キポ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 。うん。さーて、どうしようかな。うん。怖すぎ怖すぎはロタ。直さないぞ。直しなさいよ。よし、そういうな。せいやさあ、どうだ。どうだこれ。待って。ちょっと言いたいことが、言いたいことがあるんですけど、言いたいことがあるんですけど、キッチンでね、影丸さんとおしゃべりしてたんです。で、展望デッキの扉閉まってたんですよ。はいはい。はい。そしたら、ピカさんが展望から来たんです。お、だって開けて入ってるからね。僕らがね、武器庫側からキッチンに入って停電を直そうと思って、で、直ったんです、雑談してたんですよ。で、その間ずっと展望とキッチンの間は閉まっていたはずだと思ってたけど、ずっといたってこと？いや、私だから停電最中にキッチン入ってて、扉開けて、停電を、私一回勝ち合っちゃって、真ん中で勝ち合って、で、誰かが直してくれる。嘘！俺ら気づかないことある、それ。
だよ。あれそうか、マジか。配電盤情報出してるよ、勝ち当たって情報。待って、展望のその停電の後どこにいたんですか、展望の。え、中でワイヤータスクやってる。ワイヤータスク1回やって。てかこれ、フジミヤの俺ら2人のボタンです、ボタン。あ、俺、あの、寺蔵さんの死体発見してて、うんうん、アーカイブの下の方で死んでました。はいはい。割と、15秒以内くらいに死んではいるはず。エレキ停電中に、うん、寺蔵さんの声が聞こえて、そこからメイン上がって、除染して、あの写真撮って、シャワー、アーカイブって言ったら死んでたから、割とそのくらいの時間帯、15秒か10秒以内くらい。弾けるかも、結構。ライト君も停電前に、うん、停電中か停電中エレキ行ってどっちか行ったか分かんないけど、バイタル見て10秒前には死んでなくてまた見たら死んでたから10秒以内のキル量、うん、あ、待って待って、慎太郎さっきまで横にいたな、うん、宿舎前にいるはず、タロペは宿舎前は通ったけど行ってない。お、急に出るの。俺も通ったけど出てない。だから慎太郎、金庫室隠れてたんじゃないかな。金庫室に柿さんがいて、昇降機左に四つ葉がいる、うん、で、宿舎前に慎太郎がいるから、これ藤宮がキルして上行ったのじゃん。では見てないから、カキさんが奥とかでキルしてる。最後リフト左から右カさんから俺と闇茶シル出してもらえるの。あ、それ四つ葉、リフト乗ってるのは四つ葉です。あ、そうなんだ。いや、そもそも俺は見てないし、カキさんから新太の情報が出ないのがそもそもおかしいから、俺よりはカキさんから。いや、それポポ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 ポ。ピカさん怪しまれちゃってますよ。本当ですかね。本当本当、勝ち合い情報先出してるし。まあそうですね、確かに。うん。ということは、あ、でも恋人落ちた。どっちか。うん、はい、気になるのが、慎太郎さんの目撃情報と慎太郎さんが消されてるっていう関係性かな。うん。消されてるから絶対。どこかで消されてるはずなんだけど。僕ボタン押してるんで、ビンの方行きます。あーないな。怖い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 。ゆうちゃん今何度参加った、何を待ってたの。いや、もうちょっとみんなタスクやりたいかなと思って。時期とかいらないからこのゲーム大丈夫。与太さんに聞きたいのは、慎太郎さんを見たっていうのは本当直近、はい、直近、なんなら生まれも一緒です。宿舎前で、でも直近、8秒以内には絶対に見ているので。全然直近じゃない。全然直近。あ、じゃあ絶対にいないいない。うん、うん、よっちゃんと新様はあの宿舎前で別れたってこと？ね、宿舎前、四つ葉は宿舎前、うん、金庫のタスク、宿舎前、昇降機左っていう順番なんだけど、うん、もう何度も会ってる、その間に慎太郎と。え、俺右から昇降機右へ。それ私、私、それ私。竹雄さん、右にいたんですか？右で竹雄さん、下からよく四つ葉のこと見えましたね。いや、声聞こえたよ、はしごから。あ、そうなんだ。あと、左から来たのがちょっと見えたよ。昨夜さんってバイタルの方いたんすよね。そう、バイタル情報あってもう一回言うと、停電中には死んでなくて10秒12、3秒前見た時死んでなくて、また停電かけてバイタル見たら、うん、ライトテラゾーが死んでて、死んだら死んでなかったから死んだら。じゃあライトテラゾーが恋人ってことか。あ、恋人か、の可能性が高い。じゃあ慎太郎ちょっといい。じゃあ、はい、喋っても、よっちゃんと新様が直近までいて、で俺ミーティングの最奥まで見たんやって、でいなかったから藤宮が新様と会ってないのおかしいと思うんやけど。いや、会ってないから柿さんが奥でやってるケースかな、うん、そもそも僕は見てないので、そもそも情報出せないから。でも四つ葉は白いと思うから、まあ、柿さんとローラーでも良さそうかな。うん、そうね、うん、だって多分ピカクロスヤンミハタサコが展望で会ってるから、多分カキフジミヤ落とせば。そこに消した人がいるのか。そう。ん？だから一番近い人。あ、じゃあ。じゃあカキフジミヤ。フジカキで落ちるわ。え、消されてるんならむしろカキさんじゃないんじゃない？そうね。消されてるんだったら二人街そうそう。ここで対立してるのがおかしい。とくね、じゃあ。はいはい。うん、おお、でか。だから。ちょっと。ヤンミカゲマルとかじゃない？ペアで動いてると。あ、僕らはね、ピカさんからあのキッチンにいたのを言ってもらえたら。一応今回スキップしてます。その消されてるんならカキさんじゃないのかな。スキップしてます。うん。あ、たまたまそこを歩いてる人物。誰だ。昨夜さんがバイタルで、畑さこがバイタルからシャワーでしょ。うん。鬼木か？鬼木かきとかならあんのか。鬼かき、四つ葉があれなら鬼かきか。
むしろ、うん、鬼かきありそうだな。おーい、おーい、はい、おナイス。ボタンめっちゃ、まあいいや、早くない？あ、早かった。まあ、そこも早かった。影丸ヤンミは、うん、ピカさん目線でキッチンにいたっていうのをね、言ってもらえるんですよ。なんかちょっとその、あ、まあいいや。あ、ごめんね。キッチンにいたのは確かに事実なんだけど、最後の最後でしかないので、左側、宿舎前通路に8秒前に慎太郎さんが見られてた場合、一応慎太郎さんまっすぐ走れば、キッチン仏教近辺までは来れてしまうために、慎太郎さんが消されてるという関係、新太郎さんの作品視点で内藤さんがエレキに停電はいたんですよ。だから停電になってキッチンが行ってるのは自然であって、影丸ヤンミが隠してる可能性はあるかなと思ってます。そうだから、まあ、それは、それをあのね、はい、影丸が発言したくて、それを出されてしまうと僕はさっくんはちょっとね分かんないんだけど、そのヤンミちゃんと僕でピカさんのその最初の動きがちょっと どうだったのみたいな話してたから、例えば金庫室とかその辺で新様を切って弁当できたとかも言えちゃうから、うん、なんか言えちゃう。そこまで終わりで、むしろそれかなって、あの展望でカさんがキビットとかだったのかなって、カキさんがジャニターで消すっていうのができそうだなと思った。今考えてピカさんが切ってカキさんが消す、そう金庫だったらピカさんが切ってカキさんが消すのはありえる。それはあのヤンミ一番詰めやすいはずだから、そうかけ丸ヤンミ視点でその直近10秒ぐらいでピカさんが金庫弁当に飛べるのかっていうの、いや、そもそもキッチンでピカさんを視認していないのに展望的から出てきたから弁当できたんじゃないかなって思っちゃう。覚えてなければでいいんですけど、私あの時確かエンジンで湧いて、カキさんと咲夜さんでメインホールあたりですれ違った後に、確かエレキに降りた時にライトさんとすれ違ってるので金庫に行ってないです。うん、なんて思いますね。慎太郎が下ってるケースは一応あるのか。いや、てかね、くじ引くときにラインが見れないから、なんかやっぱヤンミ影丸に見えちゃうんだな。おぉ。いや、それ、結構レアケースだと思うけどな。まあ、ヤン影かも、ピカさん。だったら他のキル詰めた方がいいと思う、そんなの。ヤン影かピカかき。俺たち目線で。かなって。だって僕らキッチンいたのにピカさんが。だって、メイヤーのヨミちゃんから無理だと思うって言われてるのを追うのはちょっとレアケースだと思うから。いや、てか見てない見てない言われても、私はそもそも石油川から取ってんだから。おい、サーフェンも。おぉ、すごい。おぉ、スプリン。妙な割れ方するね。そうかそうか、ピカカキもあるのか。なるほどね。あらあら、なんじゃこりゃ。あら、ヤンミー。これ落ちてるでしょ、シンミー。違うよ、違うよ。マフィアミーが絶対に死んだら落ちてるんだから。恋してんの？絶対。おい。ほんと。カキさん、どうだろうな。カキさんがジャニターだったら、俺とのローラーって飲みそうな気するんだけど。どうだろう。だって、ご主人守れるから。確かに、確かに。そうだね、うん、さーて人がおらんかな、ねえ、うん、あれあおにき、おあれ、うん、あらエンジンの真ん中、弁当上ぐらい、ああ、弁当上、弁当上って表現あれだな、弁当よりも上の通路の部分。一応藤宮の席からキッチンに入ったところで終わりなんですけど、四つ葉からまあ弁当難し、まあ時間的に難しそうって出ないかな。あ、無理無理だと思います、うん。ギリギリキッチン入って終わり。一応コミュサボなる前のアドビンならあるけど。いや普通に最終位置、うん、いる？あ、いる？どうだ。マインドサクヤサクヤです。カケンとカゲマルくんができなそう、うん、あ、ピカクロスがあの昨夜さんを貨物方向に置いてってまっすぐ向かって、発見なので昨夜さんはできないです、うんうん、ちょヤンミとすれ違ってますかピカさんって？ヤンミさんとはすれ違った記憶はないかな、ちょっとおかしい、僕は今ミーティングのはしご上まで一応影丸からさっくんにメインにいたけどメインから速攻でミーティング上がってます。またそこはミーティングボタン待機で初動でエンジンから上がっていって、うん、四つ葉さんとすれ違った、四つ葉竹を、あ違うかな、四つ葉竹を、四つ葉竹を、四つ葉竹を、
どうすれ違ってそのままミーティングでタスク3つやってボタン待機でしょ。柿ピカどっちかしか。柿が今コミサボ直そうとしてる。ヤンミも入るかな。うん、うん、入ると思うよ。入るけど。結局まあさっきの慎太郎キルが、うん、そうさっきのラインから考えてもピカさんすればいいんじゃないかな。まあ別に柿さんでもいいけどさ、私目線はただ言っとくけどマジで私金庫室に行けるルート存在しないからね。慎太郎が下ってるパターンでもいいよ、シンプルに。いや、まあ、弁当があるのと、あと柿さんってそのアドミンなどどこ行ってます、うん、その。あ、コミさんもコミさん。アドミン中。直そうとしてはいい。まあ、ピカさんが人外だと柿さんも人外になっちゃうけど。うん、シェリフがメイヤいるんだっけ、決めていいよ。四つ半が。はい、四つちゃん。じゃあ。うん、だったら柿さんの方が釣りたいかも。いやいやいや、違うでしょ。ラバーズでしょ、それ言うなら。もう、ラバーズは落ちてるんじゃないの。ラバーズ一組落ちてるから。どうだろうな。恋人いないよな。ライト。あ、怒れてる。絶対柿さん人外じゃん。柿さん人外や。とすると。どうなるな。お笑いさんだ。お笑いさんだ。あ、内房。昨夜さんのバイタル情報をせいにするなら、多分、ライトテラゾーで恋人は落ちてるはず。うん。まあ、昨夜さんが恋人のケースはあるけど、それを偽ってね、バイタルを。うまいかも、それは。だからまあ、マフィオソ、ジャニター残り、ジャッカル残りとかが自然かな。だから最大。今、藤宮とね、アイドミン見たけど、柿さんが多分。そう、アドミン壊れてたんで、柿さんは絶対人外かな。あのね、ちょっとあれなんだけど、僕、これは、ん？ジャッカルっているんだっけ？ジャッカルいるね。今回は入ってます。ジャッカルサイド。ちなみに、あの、ピカクロス視点だと、ピカクロス視点だと、一応、カキさんとヤンミさん落とせば、多分、竹雄さんをキルした人は絶対落ちるかなって感じ。うんうん、なるほど。あ、ヤンミなんだ。あ、そうだよね、そうだよね。まあでも、ピカさんだったら、ジャニタは、ピカさん、ジャニタは絶対ないと思っていて、僕はピカさんがキルできる存在だと思ってる。柿さんを人外にした場合、レポートしないやん。私を人外で見るんだったら、昨夜さんまで人外で見てもらわないと困るかな。昨夜さん、なんででしたっけ、それは。まずバイタルの情報と、昨夜さんって覚えてます？私がエンジンからメインホールに入っていくところ。はい、それを見てます。うん、見てくれてるでしょ。だから、そもそも金庫弁当、はい、金庫から弁当で、キルして下がってきたんじゃないのかっていうのが、ヤンミさんとかからの主張だったと思うんだけど、そもそも私、金庫に行くルートがないんですよ。うん、そもそもエンジンからメインホール、エレキに降りて、その後セキュリティのアップロードタスクをやって、停電最中にキッチンに入って、展望で停電を直して、竹雄さんと勝ち合ってるので。あれじゃない、展望弁と切る、また展望戻りだと思ってるんじゃないかね。そうか。そしたら時間が足りない。でも、柿さんを結局人外で置いたら、停電も入ってたから、その柿さんが消した人物だったとしたら、切るした人物が藤宮オア、ピカオア、ヤンカゲ。ピカヤンカゲ。あと、そもそも、慎太郎さんキルに関して言うと、うんうん、降りてくるパターンまであり得るからこそ、それで追うのは難しいので、私は竹雄さんキルからの柿やんみで落としたい。うんうんうん、なるほど。結論としてはね。でもそれだと、クルー目線はピカさんも入っちゃうから、柿さん決め打ちだと思っちゃうけど。でもライトさんのキルでもヤミちゃんが、どうする視点では入ってるから入れちゃった。スキップしちゃった。あら、入れちゃった。どうだろうな、ヤンミは。割とライトさん切るっぽいと思ってるけどね。あ、うん、なんだ、タスクは順調だよ。でも、うん、終わってるよ。ナイス。これインポスター陣営残ってんのか。俺誰だ、壊した。邪魔だよ、かぎまる。はい。あら。あららら、どっちたの、どっちたの。
おお、いや、違う、ね、エンジンルームから私がコミュニケーション廊下に入ったら、あのコックピットに入る出入り口のところでしたい。はいはい。あら、ほぼ無理なのはさこちゃんかな。はい。あと藤宮も無理かな。ピカクロスがですね、エンジン脇ずっとぼーっと待ってたんですよ、タスクが終わったので。うんうん、でその間、誰もすれ違ってなくて。うんうん、だから、ルートとしては、コックピットあたりのベントないしは、はいはい、その武器庫方面からのルートしかほぼない。四つ旗は最後どこで？タスク終わったので、ミーティングずっといました。四つ旗、エレキです、最後。うん、藤宮はシャワーでタオルタスクして、もラウンジの方に抜けてます。藤宮がそこに到達するにはアーカイブからヌーンで金庫ベントしかないから、うん、割と厳しい目だと思ってる。ピカさんが、ただピカさんはもう結構ヤンミ釣った以上は白沖だから、ほぼ昨夜さんかなって。いや、昨夜の情報ででも恋人GAと慎太郎さん切り攻めてますよ。あの、なんならね、ピカクロス関係に関してはね、昨夜さんがね、ピカクロスの味方してくれてるんですよね。まあでもジャッカル陣営だったとしたら、別に序盤は味方したとしても全然白くだから、白稼ぎ白くだからジャッカルって、提案としてはスキップどうかな、はい、状況としては多分陣外相当数落ちてると思うから、そうっすね、まああって多分ジャッカルサイドキック残りだから、まあ間違えたら PP はあってますよ。早いね、みんな。ただピカさん視点でもう昨夜さんしかないと思うんだけど、その提案が誰なら、うん、ピカ作ジャッカルサイドキックあんのかなって思っちゃう。だってライトさんキルできるのってもう残ってる人だったら容疑者に昨夜さんくらいしかいないですよね。いや、昨夜からライトさんキルで言ってたらやめちゃうんじゃないですか。昨夜さんでいいと思っちゃうけどな。なんでやねん、終わらないよ、頑張ってねん。だったとしたらもう昨夜ピカよ。じゃあピカさんだ。いやいや、ヨツは落ち着け。ヨツは落ち着け。ヨツは。何動き回っても逃げた。ヨツハちゃん。ヨツハちゃんどこかな？ヨツハちゃん。ヨツは、いや、落ちてる落ちてる。いや、多分ピカさんがサイドキックで、サクヤさんが、ジャッカルだと思うから、多分間違ってないと思う。うん、ほら、俺直してってくるわ。治った。うん。ああ。ああ。すごい。すごい。いや。すごい。すごい。最後の最後に。すごい。最後の最後に。っていう最後のタスクが終わったのかね。いや、ちょっと惜しかった。終わりましたね。そうか。死んだ瞬間安定したから負けたんだ。騙されてやんの。騙されてやんの。俺がジャッカルだ。まだ騙されてないやつ。よっちゃんね。騙されそうだったからね。ちょろい女だぜ。本当にありえない。無理本当に。ありがとう、守ってくれて。早く首にしよう。ちょっとね、ジュンはここから上回って行ったんだ。いやいや、メインベント。俺らはミカさんに塗るしかなかったもんな、その。いや、やっぱ、あー、なるほど。やば、ベント使いまくるじゃん。メインキッチンで飲む。信じられない。